ダイオミード諸島とは、ベーリング海峡の中間にある諸島である。グボーズレフ諸島とも言う。ダイオミード諸島は、ベーリング海峡のほぼ中央に位置している。以下の2つの島からなり、2つの島の間は、最も近いところで 3.8km 離れている。9.3km 南東にある、フェアウェイロックは、一般的に、ダイオミード諸島の一部とはみなされない。 両党の中間点である成型168度58分37秒の経線を米ロ国境と国際日付変更線が通っている。国際日付変更線で隔てられているため、通常はラトマノフ島はリトルダイオミード島よりも1日進んでいることになる。正確にはラトマノフ島がアトックプラス12、リトルダイオミード島がアトックマイナス9で、 時差は21時間である。このため、二つの島は、明日島、昨日島と呼ばれることもある。リトルダイオミード島には、島の西側にダイオミード村があり、人が居住している。ラトマノフ島は、ロシアの最東端である。冬季には、二つの島の間の海が結氷し、アメリカとロシアの間を歩いて渡ることが、物理的には可能である。ただし、 二つの島の間の移動は禁止されている。ベーリング海峡に橋や海底トンネルを設置する構想では、この諸島が中間地点としてよく言及される。諸島の名前はギリシャの聖人聖エ、ディオメデスにちなむ。ダイオミードはディオメデスの英語読みである。ビトゥスベーリングが1728年にこの諸島を再発見した8月16日が、 ロシア正教会が聖、ディオメデスを祝福する日だったことによる。別名のグボーズデフ諸島の名は、二つの島の経営移動、決定したロシアの即地学者、ミハイル・グボーズデフにちなむ。この島々にはもともとエスキモーのユピクの人々が住んでいた。ロシアの探検家セミオン・デジニオフは、1648年にヨーロッパ人として初めて、ベーリング海峡に到達した。彼は、 唇に骨で作られた装飾をつけた、原住民が住む二つの島が、海峡にあることを報告したが、これらが、ダイオミード諸島であるかどうかは定かではない。1728年8月16日、デンマークの航海士ビトゥスベーリングが、ロシアの探検隊を率いて、ダイオミード諸島を再発見した。1732年、ロシアの即地学者、ミハイル・グボーズデフが、 二つの島の経緯度を決定した。アラスカ購入を確定させた1867年の米ロ条約の本文では、この島々が二国間の国境線として使われている。この条約では、国境はクルーゼンシュテルン島及びラトマノフ島と同じ距離を隔て、北極海に完全に消えるまで無限に北上すると規定されている。この規定は、 1990年の米ソ国境協定でも再確認された。冷戦時代、この海峡はアメリカとソビエト連邦の国境、すなわち西側諸国と東側諸国の境界を構成し、鉄のカーテンや竹のカーテンにちなんで氷のカーテンとして知られるようになった。1987年8月7日にリンコックスが2つの島の間を泳ぎ、 当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンとソ連共産党書記長、ミハイル・ゴルバチョフから称賛され、雪解けの象徴ともなった。1995年夏、イギリスの俳優、コメディアンのマイケル・ペーリンは、BBC のテレビドキュメンタリーシリーズ、マイケル・ペーリンの太平洋一周の一環として、18、カ国をめぐる艦太平洋一周をリトルダヨミード。 島からスタートさせた。彼は8ヶ月間の旅の最後に再びこの島に足を踏み入れるつもりだったが、荒波のために上陸することができなかった。ラトマノフ島の先住民族であるユピクの人々は、ソ連時代に島を軍用地にするために政府により、ロシア本土に強制移住させられた。現在も軍関係者が駐留しているのみである。 リトルダイオミード島に居住するイヌピアとの人口は170人だったが、2010年の国勢調査では115人に減少した。島全体でダイオミード村を構成しているが、居住地は島の西側にある。この村には学校、郵便局、商店がある。住民の中には造下彫刻で有名な人もいる。アメリカ政府の不可欠路線運行サービスの一環として、 この島への民間航空連絡が維持されているが、好天時には運休する。ありがとうございます。